はい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 、皆さんこんにちは、ガミです。僕は今高尾駅に来てるんですが、今回この動画は高尾発長野行きの超超距離を走る普通列車を乗り通してきたということでやっていきたいと思います。もはやもう伝説的な列車ですよね、高尾発長野行き。僕もね、以前動画で出したことがあるんですけど、その時はね、大隅くんが高尾発長野行きを時刻コースとして乗り通したということなんですよね。まあ、僕もまあ一乗り鉄ということで、まあ、高尾発長野行きって今まで一回も乗ったことがないんですが、これも乗らないままね、終わらせるわけにはいかねえということで、まあ、僕もじゃあ今回満を持して高尾発長野行き乗り通していきたいと思います。まずは運賃表とかその辺から見ていきましょう。高尾駅の運賃表です。高尾駅というのは京王線と中央線が乗り入れる駅なんで、京王の運賃表と JR の運賃表があります。で、今回は長野まで行くということなんですけど、運賃表は甲府の先までしか乗っていないということですね。まあまあそれはそうですよね。ということで今回は青春18切符のシーズンも近いんですが、こちらですね、乗車券で高尾発長野行きを乗り通していきたいと思います。乗車券買うんだったらね、あと2000円ぐらい足せば特急乗れるのにという話ではありますが、ここは僕はまあ変態なんで普通列車のみで長野まで行きます。高尾駅の発車表ということで、高尾駅というのは中央線の快速電車と中央本線の境目の駅になっているので、東は東京ま で西は小淵沢まで乗っているということなんですね。ただ小淵沢よりも全然先に長野駅はあるということですね。発車する行き先は、まあ、大月行きとか甲府行きが結構多いんですけど、まあ、その中に1個紛れて長野ってどこよという話ですよね。この高尾発長野駅というのは1日1便だけ出ていて、この14時9分発の列車が長野駅になっています。それでは高尾発長野駅スタートです。よし、おー、すでにいましたね。これですよ、これ長野って書いてありますね。ちょっとこの角度だとロングシートかクロスシートかというのが分かんないんで、これロングシートかクロスシートかというのを近くに行って確認したいと思います。高尾発長野行きロングシートかクロスシートかというのはもう本当にこれ死活問題なんですよね。同じ列車に5時間以上じゃないか、同じ列車に5時間弱ぐらい乗るので、これロングシートだとなかなか地獄なんですが、おクロスシートだ。おー、高尾の時点ではちょっと今埋まっちゃってクロスシートには乗れそうにはありませんが、確かにこれクロスシートの座席になっていますね。おお、ここに来て当たりを引きましたね。やった。で、まあ、方向幕はもちろん長野になっているということですね。うわー、発車表にも表示されてますね、普通長野ということで。いや、東京と長野が在来線の列車で並ぶっておかしいでしょ。すごいな。いや、もうなんか距離感がおかしくなりますね。こちらが今回5時間乗車する高尾発長野行き 441M 列車ですね。 N606 編成ということで6両貫通の編成が来ましたね。大隅くんが乗った時は確かどうだったかな、その時も同じだったか、まあ、ですが大隅くんの時はロングでしたが、まあ、今回はロングシートではなくてクロスシートです。お、発車を待っていたら早速特急に抜かれるということなんですね。特急で行きたいな。特急だとね、だって八王子の次は甲府とかっていうね、すごいですよね。普通列車で行くと高尾から甲府まで一体何駅あるんだという話ですよね。右側の電車が中央線の東京行きで、左側が今回乗車する長野行きということで、東京行きと長野行きが一つのホームで並んでいます。まあ、多分特急列車とかにも何本か抜かれると思うんで、まあ、詳しい説明はその特急に抜かれる時とかに話していきたいと思います。じゃあ早速乗りましょう。よし、ご利用くださいませありが
上野原で結構多くの方がおりました。この号車には 3,4 人ぐらいしか乗っていませんね。高尾から約1時間、貝大和駅に到着しました。で、この貝大和駅で特急あずさ号に抜かれるということで、しばらく停車します。僕が今乗っている高尾発長野駅の211系ですが、クファ211の6番ということで、これ0番台の211系になっているということですね。211系の中でも最も古いグループで、そもそもこの長野の211系には0番台というのは6本しかいないということなんですね。1番から6番までの0番台がこの長野には所属しています。211系も国鉄の風格がかなりあってかっこいいですよね。軽やかに通過していきました。ということで松本駅に到着しました。動画だと大体まあ貝大和駅から20秒ぐらいで松本に着いたような感じになっていますが、実際は2時間半ぐらい乗っていましたね。でこちらは僕が今乗っている高尾発長野駅の列車なんですが、これ2017年のダイヤ改正で登場した列車ということなんですよね。2017年のダイヤ改正で、それまでこの列車というのは高尾発松本駅と松本発長野駅の列車というのがあって、それらを統合して高尾発長野駅になったということですね。そしたら長野まであとまあ1時間ちょいぐらいなので、最後ラストスパートいきたいと思います。現在の時刻は18時55分ということで、高尾駅から約5時間かけて終着の長野駅に到着しました。いや、夏至が近いということで、もう7時前なんですが、まだ空は明るいということですね。いや、明るいうちにこれ乗り通してきて本当に良かったですね。でしかもこれね、何度も言いますけど、ロングシートじゃなくてクロスシートだったから、これかなり快適に5時間過ごせましたね。なんだったらもうちょっと乗ってられるかなという勢いで、あっという間に長野に着いたなという印象でした。まあこれがロングシートだったらもっとちょっときついんじゃないかなという気がしますがね。じゃあこの動画はここで終わりにしたいと思います。もちろんこの高尾発長野行きというのは青春18切符で乗ることができますので、挑戦してみたい方はぜひしてみてはいかがでしょうか。じゃあこの動画はここで終わりにしたいと思います。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。お、回送列車として発車しました。長野車両センターに向かうということなんですかね。あ、でも5時間ありがとうございました。とても楽しかったです。
お、止まるね。止まるかよ。止まんなかった。はい、じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。